こんにちは。アダルトチルドレン克服カウンセリングの吉野亮太です。この動画をご覧いただきどうもありがとうございます。今日はですね、対人恐怖は2つの癖を直せば解決に近づくというテーマでお話ししていきます。特にね、対人恐怖という言葉ね、聞いたことあるかもしれないんですけれども、日本にね特に多いと言われてるんですね。これやっぱりこう人と話そうとしてもこうドキドキしてしまうとかね、みたいなひどい状態になると、場面緘黙なんて言われて、言葉が全然出てこないみたいなね、そういう状態に陥ってしまう方っていうのはおられるんですね。そして当アダルトチルドレン克服カウンセリングにも、対人恐怖で悩んでいますとかね、2人までは大丈夫なんですけれども、3人以上になるともう無理になってしまってとか、逆に大勢の中の1人でいると大丈夫なんだけど、直接名指しで1対1で喋らされたりとかするともう全然喋れなくなるとかね。まあ人の視線が気になるということなんですけれども、そういうねご相談とても多く寄せられるんですね。当カウンセリングではね、この2つのポイントについてお話しすることで問題を乗り越えられる方が非常に多いです。ただし時間はかかるというのはね当然なんですけれども、今回は対人恐怖は2つの癖を直せば解決に近づくというテーマで、対人恐怖に陥っている方の2つの癖とはというのと、あとどうやって対人恐怖というのを克服していけばいいのかという具体的な方法についてお話をしていきたいと思ってます。今日はね、この動画を最後までご覧いただくことで、対人恐怖が随分楽になったとかね、対人恐怖に対する必要以上の緊張感が薄れたというね、そういう方が一人でも増えたら嬉しいなと思ってお話ししていきます。ではやっていきましょう。まずは対人恐怖の2つの癖ということについてお話したいんですけれども、対人恐怖でね悩んでおられる方がもう必ずと言っていいほど持っておられる共通の癖っていうのが2つあるんですね。それがどう思われるかっていうのが異様に気になるっていう点と、他人に合わせようとしすぎてしまうという、この2つの特徴をお持ちの方が結構多いんですね。これ詳しく解説していくとね、どう思われるかが異様に気になるという方は、どう思われるか、どう見られるか、笑われないか、変に思われないかっていうのは必要以上に気にする傾向っていうのがあるんですよね。で、周囲の人から、もうそんなこと気にすることないじゃないとか、全然そんなことないよ、大丈夫だよとかね、言ってもらったとしても、でもそんなのは単に気を気遣って言ってくれてるだけで、本当はね、変に思われてるのにそんなことないって言って、ただ慰めてくれてるんだ、嘘つかれてるだけなんだみたいに、まあそこまではっきりしてないかもしれないけど、はあそうですね、でも信じられないみたいなね、そういうモードに陥りがちなんですね。これ誰にどう言われても絶対自分は変に思われてるに決まってるみたいな、そういう疑念というか疑いというか、そういうのが消えないまま大きなストレスになってしまいがちなんですね。そしてもう一つの癖、二つ目の癖が他人に合わせようとしすぎるというタイプなんですけど、この対人恐怖に悩むね人の癖の2つ目っていうのは、ついつい他人に合わせてしまう。これ自分の判断に自信がないから相手に委ねてしまうということなんですけれども、まあ自分が思っていることとは違うことをするからうまくいかないわけですよね。相手に合わせてるから、それは相手のイエスであってあなたのイエスではないのに、あなたはついついそれを合わせてしまって結果的にうまくいかない。そうするとさらに苦手意識が出たり、対人関係に億劫になってしまうという、そういう悪循環を生んでしまうわけですよね。で、自分の意見を持たずに相手に合わせてしまう傾向があるなという方は要注意なんですね。で、今までお伝えしたどう思われるかが気になるっていうのと、人に合わせてしまうというこの2つの感覚がある人っていうのは対人恐怖に発展しやすいので注意ですね。で、この2つの癖からどうやって抜け出ていくのかっていうところをお話していきたいんですけれども、この本来はね、カウンセリングとかで時間と回数っていうのはどうしても必要です。なぜなら、これはちょっと先に答えらしきことを言うかもしれないんですけど、この2つの癖ですね、今申し上げたどう思われるかっていうのと人に合わせてしまうっていうのは、あなたの癖というよりも育った環境で身についてしまった習慣と言った方が分かりやすいと思うんですね。つまり、どう思われるかが私気になるんですっていうのは、どう思われるかをその育った環境で、例えば親とか兄弟とか、場合によったら学校の先生とか、そういう他者から思い込まされたということ、私が思ってしまうのではなく思い込まされたということなんですね。そして人に合わせてしまうのも、
自分の意見を出せば反対されたり嫌がられたり、もしくは自分の意見を言うようなそんな瞬間すら与えてもらえなかったという環境に育ったということが理解できると、ここから抜け出るのは早くなるんですね。この後、まあ、ワークの提案をしていくので、もしこの動画を見ながらでもできそうとか、もしくはこの動画を何回も見直していただいてね、ちょっとやってみようかなと思われたらぜひやってほしいんですが、まずは他人からどう見られるか、どう思われるかが気になる場合は、こんなワークがおすすめなんですね。自分にこう言い聞かせてくださいっていうことなんですが、どうせ誰も何とも思ってないし、何か思ってたとしても私の人生には関係ないし、別にどう思われたって構わないじゃないか。自分だっていつまでもそんな他の人のことを変なのとか思い続けてたりしてないし、別にその人に一生面倒を見てもらう必要があるわけじゃないし、どう思われるかなんて自分にはコントロールできないんだから、そもそもそんなことを考えるだけ無駄なんだ、時間がもったいないだけだ、みたいな感じで、まあ、ちょっと今言ったような開き直ったような言葉を自分に何回も何回も言い聞かせていくっていうワークを実際カウンセリングの現場でも行っていくんですね。もちろんその怒鳴りつけて無理やりやれとかじゃなくて、いろいろお話していくうちに、そうか、なるほど、そうですよねっていうモードになってからこのワークをするので、そのモードになるまでは時間かかるかと思うんですが、今申し上げたようなことを繰り返し言ってみてほしいということなんですね。でちなみになんですけど、この動画をご覧のあなた自身、すれ違った人のことってどれぐらい覚えてますかね。でちょっと思い返してほしいんですよ。例えば街中でね、ちょっと奇抜すぎるファッションしてたりとか、なんか変にね、音楽とかやったらガンガン流しながら歩いてる人とか、ね、自分ではそんなことは絶対手に届かないような、高級会社を乗り回してるね、年齢不相応な若者とかね、そういうのを見ると、なんかこう、あなたの記憶には、はって意識はいくけれど、あなたはその人のことを一体何日、何年、何ヶ月覚えてるでしょうかね。長くてもまあその瞬間10分ぐらい思い返すか、10分も基本思い返さないか、よっぽど奇抜だったとしても、まあ、数日ぐらいじゃないですか、思い返したとしてもね。で普通にすれ違った人のことなんてほとんど覚えてないのが人間っていうもんなんですね。であなただって結局はね、他人のことなどなかなか覚えてないはずなんですね。で相手だってあなたのことをそんなに真剣に見ているわけじゃないし、仮に100歩譲ってあなたのことを変に思ったとしてもですよ、これずっと覚えてるわけじゃないということなんですね。だからあえてもう、うーってなりながらもですよ、さっき言ったどうせ誰も何とも思ってないし、仮に何か思ってても私の人生には関係ないし、影響なんてないし、別にどう思われたって構わないじゃないか、自分だっていつまでも誰かのことを変なのなんて思い続けてたりしないし、別にその人に一生面倒を見てもらわなければならないわけでもないし、どう思われるかなんて考えるだけ無駄なんだ、時間がもったいないと口に出して言っていくっていうことが大事なんですね。ただこういうことを言うとね、そのワークの趣旨とかを一旦ゆっくり受け止めるとかいうよりも、なんかそういう話が出た瞬間、こう話の先読みしてね、ブロックってされる方がおられるんですね。例えばどういうパターンかというと、いやいや、そうじゃないんです。うちの会社の人の話で、全くの他人じゃなくって、すれ違う人とかじゃないんです。会社や学校とかで関連のある人なんです。で、その人たちにどう思われるかが気になるんですっていうような反論されたりとか、もしくは、そうじゃなくって、以前昔になんだけど、ある人に言われた言葉が私の心の中にどうも気になって、それで人と接するのが怖いんですっていうこと方もおられるんですね。もちろんその方なりのワークっていうのはそれぞれ当てていくことにはなるんだけど、ただ趣旨狙いは一緒です。仮にそういう会社や学校で関連のある人であっても、ずっと一生一緒に暮らさなければならないわけではないし、まあ、昔はね、確かに一つの会社に入ったら一生お世話になるっていうのがパターンだったんですけれども、今はずっと一緒にいるわけではないし、もし気に入らなければそれを訴えて部署を変わってもらうだとかね、配置転換するだとか、その人との関わり合いを減らすということだって場合によったら、やっていけばできるかもしれないんですね。で考え方は同じなんですよ。別にどう思われたって構わないしって、
そういう考えることができるようになれる訓練を、積み重ねていくことがまず大事なんですね。例外を探したりとか、自分にはこれが難しすぎて、それには合いませんって言ってしまうと、一歩も進めないっていうことになるので、もしよかったらやってみてくださいっていうのが一つ目の話でした。そして二つ目、どうしても人に合わせてしまうんですっていう方の場合に向けたワークなんですけれども、ついつい人に合わせてしまうのは、人に合わせていたら強くは怒られることがなかったか、もしくは自分で判断して行動したら逆に強く怒られたか、というそういう過去の経験の積み重ね、つまり環境のせいであなたが自分の意見が言えずに人に合わせてしまうようになった可能性というのは高いわけですね。で、もしそうだった場合、これって愛着問題と言われて、愛着障害とも言うんですけれども、この問題と深い関わりが出てきますので、場合によったら時間をいっぱいかけて、私は自分の意思で決めても嫌われることはない、私は自分の意思に合わさなくても十分価値のある人間なんだ、みたいなことを繰り返し自分にこう納得いくまで刷り込んでいくというかね、今までのその逆の価値観を自分に入れ直すワークっていうのをやっていく必要があるんですね。で、これもやっぱりそうは思いませんとかで最初にブロックってしてしまうと、あなたの人生はそのままが長いこと続きますよということなので、カウンセリングっていうのは今までの考え方と真逆の考え方を入れていく。で、動画を見ましたとか本を読んだんですけどなかなか入りませんっていうのは、やっぱり本を20回30回読み返すとか、ここが大事なんだっていう重み付けをして、そこをしっかりやるっていうのが難しいからなんですね。なので、できればカウンセリングを受けていただくのが、あなたのサイズにぴったり合ったカウンセリングのワークが出てきますし、それがどうしてもね、いろんな事情で難しいということであれば、こういった動画を何回も何回も見直していただくっていうのは大事かと思います。対人恐怖っていうのはあなたが悪いわけじゃないんです。私はいつもそう思ってるんです。人に合わせなければならない環境で育って、自分の意思で勝手に行動したら変に思われるよなんて思い込まされて、そういう状況、環境の中で育ってきてしまったという背景がある場合ね、やっぱりいくら自信を持とうとしても、いくら人とうまく合わせようとしてもね、なかなかそうはいかないっていうのがね、もう当然の状態で育ってきてしまったということですね。ただそのままでいて、あなたが変われるとか、あなたが楽になれるかどうかっていうとね、やっぱり違う考え方を入れて違う方向性のワークを続けるということが結構大事なんですね。なので、ここまで話を聞いてくださったあなたが対人恐怖の問題から抜け出るタイミングが来るということを私は心から願ってます。まとめになります。対人恐怖で悩む人の癖っていうのは2つあると思っています。1つはどう思われるかが異様に気になるという点ですね。もう1つは他人に合わせようとしすぎるという点かと思います。この2つの問題をクリアさえできれば、対人恐怖っていうのはかなり軽減されると私は思ってるんですね。で、とはいえ、どう思われるかとか他人に合わせようとしすぎるというそういう点はね、今までの人生で積み上げられてきてしまって、もう習慣化してしまっているものなので、完全にゼロにはできない。っていうのはちょっとやむを得ず覚悟はしてほしい。実は私もどう思われるかっていうのはものすごく気になる人間でしたし、人前でお話しするのも実はものすごい冷や汗かきながら、実は見えないところで手足が震えてるようなことって長かったんですけれども、今はこういうね、動画を撮ったりとか、仮に数千名の講演会の前でお話しさせてもらって、そこで機械トラブルとかなってもなんとかできるようなね、そういう人間にはなってきてしまっているんです。これは訓練の成果だとやっぱり思っています。で、ゼロにすることは難しいってさっき言ったんですけど、たとえ 30% でも減ったら、あなたの人生随分楽になれるんじゃないでしょうかね。それが 30% がその次 40%、50%、60%っていう感じで、僕も実は緊張はするんですけど、それが今2割ぐらいになったかな、つまり 80% ぐらい減ったら、それだけで人生が変わったように感じるということなんですね。改めてどう思われるか気になる方は、どうせ誰も何とも思ってないし、誰か何か思ってても私の人生には大した影響ないし、別にどう思われたって構わないじゃないか。私だっていつまでも他の人のことを変なのなんてずっと思い続けてたりしないし、別にその人に一生面倒見てもらう必要があるわけでもないし、どう思われるかなんて考えるだけ無駄、時間がもったいないと何度も口に出して自分に聞かせましょうということを改めてお伝えします。1回や2回ではなかなかわからないかもしれませんけど、繰り返しやっていくうちに、ほんまやみたいなタイミングが来ることを私は楽しみにしています。
はい、あと人に合わせてしまう場合は、人に合わせていたら強くは怒られることがなかったし、自分で判断して行動したら強く逆に怒られてしまったという過去の積み重ねでこういう状況になってしまったんだとしたら、愛着のワークっていうのが必要です。これは何回か時間をかけてでも、私は自分の意見で決めても愛される、私は他人の意見に合わせなくても価値がある人間なんだと、これも自分に言い聞かせるワークっていうのが必要だと思っています。今回は以上となります。前に進むためには、今いる場所から一歩足を動かしていく必要があるんですね。で、今回のテーマは、対人恐怖は2つの癖を直せば解決に近づくという、そういうお話をさせていただきました。ぜひね、対人恐怖の問題を克服するためにも、何度もこの動画をご覧いただきたいと思ってます。よかったらね、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただいて、毎週金曜日の夕方6時18時に更新してますので、その更新をお待ちいただければ嬉しいです。また概要欄のところに LINE のご案内がしてあります。これ何かというと、 LINE 登録でお友達登録していただくと、全部で58ページの小冊子なんですけども、私ってアダルトチルドレンと思ったら読む本っていうのを、無料でお読みいただけるようにプレゼントさせていただいてますので、もしご興味がある方はこの下の概要欄の方から LINE のページのリンクを探していただいて、そこをクリックタップしていただければ嬉しいです。今日はここまでとなります。長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。また次回どうぞよろしくお願いします。今日もありがとうございました。